どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマは禁断の監査手続き、分析的実証手続きをやってはいけない理由です。大手の監査法人はどこもリソース不足ですよね。監査の効率化が叫ばれてます。そこでよく検討されるのが分析的実証手続き、英語で言うとサブスタンティブアナリティカルプロシージャーズ、通称 SAP です。なので時間がかかる詳細テストから手軽な SAP への切り替えが検討されていると思いますが、ちょっと待てい、 SAP はマジで危険です。私は監査法人で8年間監査をしてきました。そんな私がなぜ SAP はやめておけというのか、そしてこれを聞いてもなおどうしても SAP をやりたい人へのアドバイスも合わせて話したいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずそもそも SAP を勘違いしている人がいるので、どんな手続きか説明します。 SAP 分析的実証手続きとは、監査人が独自に算定した推定値と会社が計上している実績値を比較することで、当該実績値に重要な許容事が含まれていないことを確かめる実証手続きのことです。そう、実証手続きなんですよ。なんで割と強い信証を得るための手続きという位置づけです。それゆえに単なる増減分析とは次の点で異なります。監査人の推定値を算出する点、推定値と実績値を比較して結論を出す点、いろいろとドキュメントしなきゃいけない点、よくあるのが人件費の SAP ですよね。前期の1人当たり人件費を算定し、当期の平均従業員数を乗じて推定値を出します。これと実績値を比較して乖離額が大きくなければ問題なしです。ただこれで終わりではありません。計算に使用した当期の従業員数の正確性や、なぜこの推定方法が適切なのかなど、いろいろドキュメントしなきゃいけないのがポイントです。なので勘定科目の横にペラペラって書く増減分析とはもう全然違います。さあではなぜ SAP をやってはいけないのか、一言で言うとリスクが重すぎるからです。どういうリスクか3つ紹介していきます。1つ目はレビューで突っ込まれるリスクです。 SAP は先ほど言ったようにいろいろとドキュメントする必要があります。そのいろいろってなんやねんっていうのは後ほど解説するとして、記載が不足してたら確実に突っ込まれます。チーム内のレビューならまだしも、社内の品質管理レビュー、金融庁や会計士協会のレビューなどに当たったらしんどいです。実際 SAP は毎年何かしらの指摘事項が挙げられてました。2つ目はエラーを発見しづらいリスクです。 SAP でリスクを見つけるのはほぼ不可能。8年間監査してきましたが、1回だけ同期が SAP でエラーを見つけてました。もうそのくらいです。なので監査の実効性が低い手続きになります。エラーがない前提でやるならまだしも、エラーがありそうな勘定科目に SAP は危険すぎます。そして3つ目は乖離額が大きいと死ぬリスクです。これは本当にしんどい。期末でいざ SAP やったら乖離額が許容可能額を超えてて、期末監査で忙しい中推定方法を修正しなきゃいけないなんてことが起きます。私も何回か経験しました。売上や売上限界、在庫に対して無謀な SAP をやった結果、乖離額がめちゃくちゃ発生したことがあります。そして推定方法をこねくり回して、ああでもないこうでもないと乖離額を縮めようと頑張りました。私の周りではこの乖離額を縮める行為をはめに行くって言います。そしてこのように無謀な SAP でもはめることができる人をはめ師と呼ぶのです。いや全くもって不明よ。もうこんなの監査じゃありません。これらが SAP をやってはいけない大きな理由です。ここまでで SAP の危険性を話してきました。とはいえ先ほど伝えた3つのリスクが低ければ別に SAP でも構いません。むしろ詳細しなくて済むのでめちゃくちゃ効率的です。じゃあ SAP をやるならどういう点に注意すべきか、これを3つ解説したいと思います。まず1つ目、適切な科目を選びましょう。人件費、減価償却費、支払い利息あたりがおすすめです。逆に売上高、売上原価などの金額が大きいものや BS 項目は向いてません。理由は乖離額が大きくなりがちなのと推定計算が無理くりになりがちだからです。2つ目として、期末前にテスト的に SAP しておきましょう。先ほど言ったように期末に乖離額を縮めようとするとマジで工数取られます。であれば産休とかの数値を使ってちゃんとハマるか確認しておきましょう。もしハマらない場合は詳細テストに切り替えるとかも検討すべきです。最後3つ目は4つの要求事項を記載しましょう。4つの要求事項はみんな大好き換気法520に書いてあります。4つの要求事項は SAP の適切性、データの信頼性、精度の十分性、許容可能な際の設定です。
SAP の適切性はなぜ SAP なのかを記載しましょう。ポイントは〇〇なので予測可能だから SAP が適切と言えるかどうかです。例えば人員研費の SAP を想定してみます。その場合、人員構成や給与水準が前期から大幅に変わっておらず、前期の1人当たり人件費に当期の従業員数を乗じることで当期の人件費総額を予測できるため SAP が適切と判断し、といった感じです。次にデータの信頼性は、使ったデータが検証済みかどうかです。基本データについては運用評価手続きか詳細テストで検証している、もしくは外部のデータである旨を記載しましょう。人件費の SAP であれば、従業員数は人件費の入退社プロセスの運用評価手続きが有効であるため信頼できるデータであるといった具合です。そして精度の十分性は、計算方法の適切性を記載しましょう。人件費の SAP なら精度を高めるため、アルバイトと正社員に細分化して推定計算を行うといったところでしょうか。最後に、許容可能の際は一般的に手続き実施上の重要性、つまり PM になるかと思います。なので社内の基準に従って PM にしましたと書いておけば良いはずです。ちなみに、よく PM と経営者確認書に載せるかどうかの金額がごっちゃになる人がいます。私がいた監査法人では、この経営者確認書に載せるかどうかの金額を AMPT と言っていました。 PM と AMPT の使い分けは、簡単に言うと手続き実施前か実施後かです。 PM は手続き実施前に使います。例えば特定項目抽出で残母集団が PM 未満になるように抽出するってありますよね。それは残母集団に対してまだ手続きしてないので PM です。一方、手続きした結果エラーを見つけたとします。このエラーを経営者確認書に載せるかどうかを判断するとき AMPT が使われるのです。今回の SAP の乖離額は、乖離額についてエラーかどうかの信証は得てません。つまり乖離額自体を手続きしたわけではないです。なので乖離額は PM 未満で十分ということになります。 PM はこれ以上手続きしなくても良いという基準値、 AMPT は手続きの結果発見したエラーを裁く基準値。覚えておいてください。話がそれましたが、今伝えた4つ以外にも法人の規定で必須のドキュメントがあると思うので、それも忘れずに。まあ SAP に関してこんだけ忠告しておけば、迂闊にやっちゃう人は減るでしょう。でもこの動画を見る前に SAP をやってしまった、そして乖離額が爆発してはめられなくなっている人がいると思います。なので最後に、そんなあなたへ秘伝のはめ方を伝授します。はめ方は基本4つあります。例えば A×B という計算式ではまらなかった場合、1 A×B' 2 A×B×C 3 A1×B1+A2×B2 4 A×B+X という4パターンが考えられます。人件費の SAP を例に、前期の1人当たり人件費×当期の平均従業員数を A×B と置いて考えてみましょう。1はパラメータをより精緻なものにするイメージです。乗じる従業員数を四半期末平均からより精緻な月次平均に変えるというのが挙げられます。2はパラメータを追加するパターンです。前期1人当たり人件費に当期の従業員数を乗じて、さらに当期のベースアップ率を乗じるケースがあります。3は細分化です。全従業員ではなく、アルバイトと正社員ごとに細分化して SAP するなどが考えられます。4は乖離額の要因を特定し詳細テストするケースです。乖離額の要因が当期だけ支給した特別賞与だった場合、それだけ出勤記録と突合して詳細テストしておけば十分でしょう。この4パターンでうまくはまることを祈ってます。以上、分析的実証手続きをやってはいけない理由でした。いかがでしたでしょうか。役に立ったよという方はいいね、チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想ぜひコメント欄へどうぞ。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。